皆さんどうもピーマンドウェスというわけで、今回の実況からこのロードトゥーダーショー4年目のシーズンがね始まりますよ。前回まだオープン戦をプレイしてましたがね、ホームラン1本打つことができました。またこれ代打でのね、出場になりますが、この4年目こそはそれなりの成績をね叩き出せればいいなと思ってますので、 OPS 3割台が2年連続で続いてるからね、 OPS が3割だよ、出塁率じゃないからね。もうひどすぎてひどすぎてひどい。僕のお父さんも泣いてますよ、ひどいのでね。あまりにも息子が打てないので夜泣いてたのを見てしまった。もうお父さんを泣かせないためにも絶対にこの4年目はたくさんのヒットホームラン打ちましょう、絶対にね。さて開幕戦はこれシアトルマリナーズ戦ですね。先発はあら出番なく嘘でしょ出番ありませんでしたけど、まあいいでしょう。はい、ドジャース戦が今季初の出場になります。開幕2戦はすっ飛ばされましたね。じゃあなんで俺を入れてたんだよ、このメジャーリーグの枠にね。使いたくないんだったら下に下ろせばいいのに。なんだろう、俺の親はあれなのかな、この鈴木ピーマンの親はこのオーナーなのかな、このチームの。それくらいなんか優遇されてるけどね。さて今季初打席になるよ、これ打っていこうぜベイベー。うわーすごいカーブ、えぐいカーブ、打てるわけないカーブだね。おお、これもカーブだがボールか。ワンワンストライク臭いけどね、審判助けられたわ。前のシーズンは確かフォアボールから始まったんだよな。これはどうだ。うわーダメか、トゥートゥー追い込まれたぞ。うわもう最後で、最後カーブできそう。低め待つか、ローボール、多分低めカーブギリギリくるわ。うわーチェンジアップか、どっちしろ打てなかったことは確かだ。今季1打席目は空振り三振、最高の球が決まったね。で今日 も1打席のみでしたね。もうこれはオープン戦から続いてそうですね。たまにスタメンっていう試合が必ずどこかではあると思いますので、さて引き続きドジャース戦プレイしていきましょう。お次4月13日のゲームですね。はい、ピンチヒッター今季2打席目だ。ランナー2塁1塁か、カモーン、ワンアウト。チームは点差はかなり空いてるがね、ピッチャーカーショーだ。わーお、いきなり今季2試合目の出場、2打席目でメジャーリーグ現役最強ピッチャーのカーショーかよ。もう絶対打てないわ、こんなアウトコースもあった。多分アウトコーススライダー連発してくる。球数138球だってよ。完投をかけたマウンドなんだね。メジャーリーグってこんなことしないと思うけどね、ゲームだからかな、変えるよね完投がかかってても。今のは打てた、ど真ん中じゃないか、なんで空振った、まあ、意味が分からない。どこに来るんだこれ。カーショーから一発出たらもう今季は何もいらないね。後の打席全部凡退してもいいわ、それくらい思い出になるよ。球数が多いので当然スタミナも結構切れてるはずなんでね、球速もそこまで出てないし、コントロールもちょっとアバウトな感じがする。打てる、今なら打てる、俺でも打てる。おお、どうだどうだ、あーうまく捉えたんだが、レフトライナーとなるのかな。チャンスで打てず今季初安打お預けだね。野手ほとんど動かなかった、飛んだところは悪かったね、飛距離は十分だよ。あれがもっと左右にそれてたらヒットになってたわ。はい、残念、代打2試合でも打てず、2試合目でもね、3試合目、4月14日のゲームになるね。ピッチャー誰、ガルシア。このドジャースにはダルビッシュとマイケンがいますからね、対決機会があると思ったんだが、まあでもいずれまたドジャース戦はありますからね、その時対決しましょう。1球目振らなかったら3ボールだったんだけどね、ちょっと今そこ結構後悔してるのよ。うわーでフォアボールだ、うわーうわすごい後悔。これで
スリーボールなら確かですから、フォアボール、どうだ。よーし、フォアボール来た。はい、今季1個目の、出塁になりますね。初出塁はフォアボール。やっぱ俺は初安打を打つ前に、初めてのフォアボールを選ぶ人間だね。オープン戦の最終打席もフォアボールでしたからね。お、バントか。はい、ゴー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 。あこの点差でこのプレイはまずいっしょ。同点だぜ。お粗末なプレイが出たね。ランナー満塁だ。はい、犠牲フライには十分ではないのか。内野フライか。思った以上飛んでなかったね。ちょっと待ってよ、ここで打点上げれないのはまずいっしょね。頼むよ、バッター誰だこれ。わー、出た、ハーパーだ。ハーパーがブルワーズに来てるからね。打てよ。うわ、何してんだこいつ。俺にスタメン譲りやがれこの野郎。この場面で打てないのは信じられないね。何しにブルワーズに来たんだてめえね。俺はフォアボール選んで三振しましたからね。調子に乗ってるよ。叩ける部分を見つけたら俺は叩く人間だからね。徹底的に。最悪な男だよ。誰も俺のことを好きになってくれないだろうね。でも打ってほしかったわ。どうだ、三遊間、はい、勝ち越しのタイムリーだ。俺はホームに帰ることはできないね。俺もホームに帰りたいわ。頼むぞ、次打ってくれ。とりあえずこれでチームは5点目が入ったね。俺のフォアボールからの流れでこれだからね。俺が作った流れと言ってもいいんだよ。どうだ、お、内野になるぞ。アウトじゃねえか、もっと全力で走れや。俺だけホームに帰れずだ。で、チューマン勝ったのこれ。あ、勝ったっぽいね。あ、でも今日ハーパー打ってるんだね。4打数の1安打、ホームラン1本で2打点上げてるってことか。あ、そう、大活躍じゃない、うん、叩けないね。叩こうと思ってたけど、その前の打席で活躍してたんだ。まあでもあそこで打てないのはダメだけどね。私は、3試合目、3打席目にして初の出塁を記録することができたね。あの出塁がなければチームは勝ってないわけですからね。ハーパーよりも今日は俺を褒めるべきだなと。俺を褒めてくれる人もいるんじゃないかなという日ですね。完全まぐれで選べた一球なんだけどね。さてお次はパイレーツ戦、一戦のみで、その後休養日になるんだね。変な日程だな。はい、代打での出場になりますね。これは8回の表、ワンアウトの場面かなぽいね。チーム3点差を追いかける場面だ、うん、もうブルワーズが2の4敗してるっていうね。パイレーツは5敗してますけど、今季もリーグ100敗あるね。3年連続リーグ100敗あるよこれ。さてこれブルワーズの本拠地ですね。こんな客入るもんか、多分誰も見に来ないと思うよ。弱いチーム同士の対決なんて。おっと、これはダメか、バットに当てたんだけどね。初球って終わりはちょっと代打にしたらもったいないんだよな。かといって見すぎたら三振するしね。難しいとこよね。初球打ち凡退はなんかダメでしょ。物語がない。それでヒットが出ればいいんだけどね。さて次のゲームやっていきましょう。4月17日のゲームになりますね。スタメンはまだ来ねえか。いや、絶対何試合かスタメンで使ってくれるからね。オープン戦みたいにもう1試合もないってことはないはずだ。うわ、ちょっとボール判定っしょ。外のボール、アウトコースのボールじゃないか。なぜストライクと言った。えいじゃねえんだよ。1球目見て、ねえ、お前ストライク判定したんだから2球目ボール判定してくれよ。簡単に追い込まれたよ。Then maybe you get a guy to chase, but it's much easier to lay off a pitch down there when it's a straight fastball. Fastball, strike three called as he couldn't. でも審判が腹立つ。審判のせいだこれも。一球目がボールだったらこんなことにはなってねえっつってのにムカつくな。なんであれ取るんだよ。くそ、なかなかヒットが出ないね。これで5打席立って1個のフォアボールのみか。で、またこれ代打ですね。おお、でも代打でも得点圏の代打だ。カモン、打点いただくよ。はい、さあ、ナイスナイスナイス。え、落ちないの。うわ、あんな深いとこまで飛ばしたのに。ただもたついてるぞ守備は。そのままホーム帰ってくるんじゃないか。ホーム帰ってるよねこれ。
打点は？うわアウトだ。アウトだ。いやそもそもこの打球で行くのが間違いだけどね、ヒットじゃないんだよ。フライでホームまで行ったからね、二塁から。ただ今帰ってたら犠牲フライになってた。打点ついたのに、もう捉えたのに。あーとちょっとだった。結構タイミングが際どかったからね。センターがかなり守備をもたついてたよ。初球を捉えたがいい当たり、それは分かってるんだ。ヒットじゃなきゃ意味がない。もうあと一歩でホームランだったのに、くっそ悔しい。あそこまで飛ばして凡退っていうほど虚しいものはないね。それなら三振でよかったなと思っちゃうんだけど、これで6打席経ってヒットなしか。ちょっとミート力上げとこうかな、コンタクト能力ね。よし、はい、次のゲーム行きましょう。これパドレス戦ですね。また代打だ。ハーパーがもうホームラン5本打って、現在あれだね、ホームランランキングトップ1位、3に並んでますね、ブライアンとハーパーと。いいな、そんだけ打てて。まず俺はメジャーリーグ通算5本も打ってねえんだから、打ちすぎだ。そら俺にスタメンが回ってこんわな。なんで俺に回ってくると思ったんだろう。絶対スタメン休養日っていうのがあるはずなんだよな。その機会に俺を出してくれたらいいんだけど。まあ今の俺は代打でやれることをやるだけだね。よし、スリーボール。もうこれはちょっと見ますわ。見る見る見る。絶対フォアボール来ると思うんで、それは分かってる。もう一球見ます。もう一球見ます。本来なら打ちに行くカウントだけどね、もう見ることで精一杯だから、多分打ってもヒットにならない。あーもうそらそうだわな。くっそー、フォアボールが来るなんてそんな淡い期待応えてくれるわけねえわな。ど真ん中だ。はい、フォアボールいただきました。今季2個目。いいぞいいぞ。スティールベース、来たー、盗塁のサイン。あ、ノノノノ、危ない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 、ノノ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 ノ、フライングしちゃったね。あぶね。いける。遅いわモーションが。はい、オッケー。今季1個目の盗塁だ。メジャーリーグだと通算2個目のはずだなこれ。まあ今スタートも良かったし、キャッチャーがたとえと、あでもどうだろう、これ投げてたらアウトか。ボールをこぼしたね。こういうのまでちゃんと作られてるからね、このゲームは。雑称モーション。で、もう日本の野球ゲームじゃこういうエラー間違いなくないよね。そういうエラーしないように作られてるからね。こういうリアルなエラーがあるとこが野球のいいとこだからね。日本のパワープロもプロスピもこういうの追加してほしいよね。まあ、自分が投げてる時にこういうエラーされたら間違いなくムカつくけどね。落とした落とした、ゴー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 、レッツゴー。シングルだね。よし、ノーラランナー三塁に進塁。これホーム帰れるぞ、今季初得点あるな。はい、今季初得点、うまうまうまし、いただきました。フォアボールからの盗塁からの相手の、まあ今のはヒットですけど、まあ味方のシングルからのまたシングルで1点だね。まあ、残念なのはこれが2打席目が回ってこないということだね。来てほしいんだけどね、2打席あれは1本打ってたかもしれないのに。意地でもスタメンとかもう1回のみなんだね。はい、また代打だ。とにかくもう選ぶこと、打てる球が来たら打ちに行こう。ナイス見極め。まず1球、めちゃくちゃ落ちるカーブは見逃した。おっとこれも見逃した。よし、3球見逃した。もうこれさっきと同じパターンですね。もう2球2ストライクが入るまではもう振りません。観客気分で手を叩いてみよう。
フォアボール、はい、フォアボール、はい、フォアボール、はい、フォアボール、フォアボール。まあ入れてくるよね、当然だよね。なんだこの実況、フォアボール選ぶだけがゲーじゃねえか。最悪な実況だな。なんで打った？なんで打った？なんで打った？原因がわからない。もうわからない。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 なんで振った今。もう世界一理解できないスイングの場面。誰しも疑問に思っただろうね。なんで振ったと。全員が声出した。観客めっちゃ少なかったけど、ガラガラだったけど。嘘だろ、今なんで、今のは見るだろ、お前。何のために2球見たんだよ、じゃああれを。信じられないね。ちょっとショック、ショックというところも次元じゃないわ。もう頭おかしすぎるわ。意味不明すぎる。あれ振るのはないよ。ここでランドキャン2打席連続のフォアボールだったんだけどね。前の試合から続いてね。さて、レッズ戦が始まりますね。おっと、1戦目、2戦目、出番なく3戦目、代打出場になるよ。ここまでの成績は 6-0。まあ、8打席立って2個のフォアボールで 6-0 ですね。まあ、6打席ヒット出ないってことは別にね、6打数ヒットが出ないってことは珍しいことではないよ。スタメンで出たとしたら、まあ2試合ヒットがないっていうことだからね。出たとすればの計算だとね。スタメンの場合とこれでは違うんだよ。確か、初めてのホームラン打ったのはこの球場だったね。ほんで代打で打ったんだよ。そういや、ここだな。あるかな、また。あの時は右バッターでしたからね、レフトスタンド。持っていったんだけど、今は左ですから、逆方向へのホームランっていうのはおそらくないと思うんで。ライト方向に飛ばすのが一番じゃないか。はい、三振。妄想だけが膨らんでいったわ。結果は全然出ないんだね。打てない。結局20試合くらいもうシーズン始まって立ってるけど、スタメン1試合もないね。ほんと代打のみだ。何これ、プレイヤーを優遇しないゲーム。気使えって言ってるよね、いつも。プレイヤーが楽しめないとこのゲーム意味ないんだからさ、そこまでリアルに作らなくていい。ほんとリアルすぎるんでね。これで7打数ヒットがないですね。ほんで2試合連続の三振だ。次は？え？あー、はい、トリプル A に落とされました。終わりです。はい、俺のメジャーリーグ生活4年目は早くも終了しました。嫌な予感がしたんだよな。レッズ戦はまだ続いてるのにね、連戦でプレイできなくてホーム画面に戻されたからね。嫌な予感がしたんだけど、やっぱこれが待ってましたね。はい、非常に辛い現実ですが受け止めましょう。開幕はね、メジャーリーグからのスタート、そしてこの実況から開幕戦が始まったわけなんだけどね、早くも落ちちゃいました。始まって終わりました。よかったんじゃない、いいと思うよ。お似合いだ俺にはマイナーリーグが。さて、じゃあここまでのね、最後、メジャーでの成績を見て終了していきましょう。次回は4月の25日、トリプル A からの試合から始めていきますのでね、まあ、一旦終了という形ですからね。これまた結果を残せば上に上がることもできますから。はい、現在、メジャーリーグの試合に9試合に出場して 7-0 ですね。打率は0割得点1得点ですね。当然ホームラン、ツーベース、ホームラン、打点記録されてません。盗塁1つ決めて成功率は、10割ですね。盗塁は通算では2個成功、2回失敗で、盗塁成功率は5割ですね。で、フォアボールは20個選んでますね。20個も選んでるんだね。まあ、打数考えたから、それくらい選ばないとダメだけどね。もう打席は200、でも205打数で20個って結構選べてる方だよね。
通算で見たらね。で三振が4個です。で出塁率2割2分2厘、長打率は当然ヒットを記録してないのでないです。で OPS は2割2分2厘となりましたよ。はあ、マジですか。あ、マジなのですね。こんな早く落とされると思ってなかったんで、ちょっとびっくりしてる俺もいるんですけど。そうですか。ちなみにこれ WAR っていうのが出る、これ、なんて言うんですか、WAR って読むんですかね。その選手の試合の貢献度を示すんですけどね。これがプラスであれば、まあ、メジャーリーグにいる価値がありということに示される。だから、0から2の間が、2を超えればスタメンレベル級、うん、まあ、これシーズンでトータルで出すことに意味がありますからね。ちょっと出ただけじゃ何の意味もないですから、これがプラスだったとしてもね。シーズントータル出てプラスならいいんですけど、まあ、私マイナスですからね。少ない試合数でさ、ヒット1本持ってないからマイナスになるだろうね。ちなみに通算ではマイナス 3.15 ですから、これは選手の試合の貢献度を示しますから、まあ、通算で見ていくと、俺がメジャーリーグの試合に出場して、俺のせいで負けた試合が、ま、3試合あるということで、考えてみてください。ゴミでしょ？ゴミ。うん、素直にゴミだね。それ以外の感想はなし。ってなわけで今回の実況はこれにて終わり。次回は4月の25日、トリプル A の試合から始めていきますのでね。まあ、これからシーズンが始まっていきますが、まあ、いきなり終わった感否めないけどね、すんごい、気持ち悪いモヤモヤしたものはあるけど、これから本格的に始まっていくんでね。トリプル A ではスタメンに出れるはずだ。そこで結果を残せばすぐスタメンに、メジャーリーグに上がれるでしょう。てなわけで次回もまた見てくれ。グッバイ、また会おう。